まことに息を吹き返したのですね、竜韻の力。この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか？はい、元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは？瓢箪の種をお持ちください。種だと？はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。一つ頼みがあります。なんだ？少し顔を見せてください。何？白いあざ、これは生まれつきですか？いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか？ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。では手に入れた。任務か？ああ。忍び騎手は騎馬者というたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ人数が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。
その優しい顔の仏様はわしの彫ったもんじゃねえ、まことの武士が彫られたものだ。人が己の内にあるものと向き合う、そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは？怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。First death!